解剖学において、大根頭根とは、頭蓋骨の後頭骨に位置する大きな開口部のこと。頭蓋骨の底部に位置しており、脊髄の延長である延髄が通っている。大根とも呼ばれる。ラテン語のファーマンマグヌムは、大きい、穴という意味。延髄以外では、脊髄副神経、椎骨動脈、全部と後部の脊髄動脈、外膜及び、 浴場人体が大高等校を通っている。穴の形状には個体差がある。人において観察される形状は二重半円形、超円形、卵円形、ひし形、円形の5つに分類される。このうち正規頻度が最も高い形状は後方部に比べて前方部が少し狭まっている二重半円形である。穴の大きさは前後方向にやや長く。 左右方向にやや狭い。大きさには個体差があるが、人成人男子において観察される大きさの平均は、前後方向がおよそ35ミリメートル、左右方向がおよそ30ミリメートルである。西ゴリラの頭蓋底。大高刀高はかなり後方に位置している。人では、大型類人猿と比較して、大高刀高がより頭の下方。 頭蓋底の中央寄りに位置している。従って、人では頭部を直立させるために、口頭前頭筋を含む首の筋肉がそれほど頑丈である必要はない。初期人類の大口頭骨の位置の比較は、その種が、ひそか歩行ではなく、いかに快適に二足歩行していたかを判断するのに、大変有用である。この記事には、パブリックドメインであるグレーの解剖学、 第20版129ページ本文が含まれています。ありがとうございます。